アベノハルカスの展望台、ハルカス300で、プロジェクションマッピングの投影が始まりました。点灯。このプロジェクトは、学生、大阪のアートサイエンス学科の学生と僕らプロが一緒になって、本当にゼロから作品を生み出すというものをやってるんですけども、学生のみんなとこうベストですね、約15名の学生たちが、ブレストをして一つの作品を作り出すというような形で生まれてきたものになります。シナリオを考えるっていうことは僕自身全く経験がなかったので、すごいみんなで力を合わせてやったっていうので、すごく貴重な経験をさせていただきました。以上、阿部の経済新聞がお伝えしました。